こんにちは、シュウです。今日は炊飯器を使って簡単ローストビーフを作っていきたいと思います。ミユさんに、ローストビーフ作り方を教わっていまして、何とか作っているんですが、多分撮影できるものになるんじゃないかなと思うので、ちょっと今一人なんですけれども、今日頑張って作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、お肉ですね、3-400g ぐらいのちょっと丸っこいもも肉塊を、2個用意しました。これを、味付けするのに最初はこちらですね、フォークでザクザク穴を開けていきます。こうすることで筋も切れて、で味もよく染み込んで美味しくなるらしいのです。炊飯器を使って低温調理をしてお肉を美味しく仕上げていくということで、60度から70度の温度で低温調理、じっくり温めていくんですけれども、そのために使うお湯ですね、温度下がっていくのも想定して、だいたい今この中の温度が87度ぐらいになっています。お肉1個の時は、お湯の温度も80度ぐらいでもいいのかもしれないですけれども、今日は2個あるのでちょっと高めに、こんな感じでザクザク穴を開け終わったら、今度はここに塩コショウしていきます。今日使うのがこちらマジックソルトですね。これを使っていきます。塩コショウ、マジックソルトですね、まぶしました。本当はこれで少し寝かせてですね、味染み込ませてもいいらしいのですけれども、もう常温に戻してあるのもありますので、このまますぐ調理にかかっていきます。ではフライパン温まりましたので、お肉焼いていきます。表面だけですね、まんべんなく焼いていくということで、ここで一度引き上げると、では続いて台所の強い味方、ジップロックさんの登場です。お肉入りました。ではこれをできるだけ空気を抜いて、なんちゃって真空状態にします。煮こともできました。ではこれを炊飯器に入れていきます。お湯をこの中に注いでいきます。こぼして火傷しないようにですね、気をつけてください。でお肉が浸るぐらいまで入りましたら、これを炊飯器で保温していくということです。でこのぐらいの大きさのお肉1個だと大体25分ぐらい保温するらしいんですけれども、僕は基本チキンなので、気持ち長めにとって30分ぐらい保温したいかなと思います。では早速いきましょう。30分経ちました。ちょっとこれ以上火通らないようにですね、冷ましていこうと思います。ローストビーフですね、ちょっと寝かせ終わりまして、で、そうしてる間にグレービーソースをですね、グレービーソースをちょっと作ってみました。で、全部ミユさんに教わってばっかりも申し訳ないので、ちょっと自分でソースですね、調べて作ってみたんですけれども、今、味見したらミユさんも大丈夫ということで、それで、ちょっと今切って試食したいかなと思います。で、問題のお肉がちゃんとできてるかっていうところなんですけれども、これいく？硬い。最初端っこだから。分からない。結構火いっちゃった。結構火いっちゃった？うん。
な感じです。少し赤みが残ってるかな。少しな。少しだね。じゃあ、でソースかけて食べていきましょうか。はい。はい、で、切って盛り付けてみました。ちょっとですね、赤み具合が弱い。だいぶ火取っちゃってるんですけれども、まあそこはご容赦いただいて、ちょっとどんな味になってるのか、ちょっとソースにつけて食べてみます。ということで、はい、いただきます。やっぱりホースラディッシュだよね。いや、美味しいですね。これちょっともうすぐ一緒にみやさんも食べてもらいます。二枚ちょっと、二枚ちょっと、二枚ちょっと。二枚、二枚、一枚。うん。一枚。うん。あ、美味しいお肉。うん。ソースラディッシュはね、すごいツーンと。美味しい。やっぱりお肉最高。まあ、ソースはね、お好みでね、なんかいろいろなんだ、ドレッシングとか使ったりしても美味しく食べれる。あの、いつも好きなあの玉ねぎなんだっけ、ドレッシングとかも合うと思う。これだ、玉ねぎポン酢。そう、それも合いそうです。これ、何でもね、シュウさんおすすめ。もうなんか常にうちに常備してる。これも多分合うと思います。普通にポン酢とか、結構合うかな、さっぱりして。こういう感じで。それで食べてみたらいいの、ちょっと。食べてみる？まあこういう感じでね、玉ねぎポン酢をちょっと垂らしまして。はい。それも多分美味しい。さっぱりな。ポン酢の酸味がちょうどいい感じでね。正直に言うと、自分で作ったグレービーソースよりこっちの方が美味しい。ちょっとね、やっぱり醤油系があるから、そう合いやすいと思いますね。そうだね。ちょっとグレービーソースはもうちょっとちゃんと作った方が良かったかな。いや、ちゃんとしてるんだけれども、なんか深みがもうちょっと欲しいなと。子供は好きそうだけどね、あの感じ。一応ね、ソース作るところは簡単に概要欄には載せておこうと思いますので、社長確認してください。ローストビーフですね。炊飯器でローストビーフ、低温調理で作ってみました。最後までご視聴くださってありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。